はい、本日はですね、こちらモンベルのイグニスダウンパーカーを紹介していきたいなというふうに思います。で、こちらのダウンジャケットがですね、もう世界最高峰のダウンジャケットで、もう見た瞬間もうバビったんですよね。めちゃくちゃすごいということで、今までこんな驚愕したことないでっていう驚愕したんですけど、どれぐらい驚愕したかと言いますとですね、分かりやすく言ったら、奥さんにですね、今月からあんたはちょっと小遣いあげたるよと、今まで3万円だけど今月からじゃあ10万にあげたるみたいな、みたいな、そんなあかんのみたいな感じの、それぐらいの驚愕レベルで、このダウンジャケットがですね、アメリカのなんか雑誌があるんですよね。で、その雑誌で表彰されたって言ってて、なんか雑誌で表彰されたぐらいなんやぐらいに思ってたんですけど、実際こう手に持ってみたりしたら、あ、これはすごいなという、お小遣いそれ自分は上がるぐらいすごいなと思えるぐらいのダウンジャケットやったんですよ。で、どういうところがそんだけすごいんかっていうのは、今日これから話していこうかなとは思うんですけども、モンベルというと、日本製品でなかなかこうなんですか、値段が安くてなおかつ製品がいいって、いい、そんな感じのイメージじゃないですか。で、それは分かってるけども、なんかこうついついノースフェイスに手が出たり、ついついパタゴニアに手が出たりとか、ついついモンベルはいっかってなっちゃうじゃないですか。だからちょっとなんかいいなというのは分かってたんですけど、ようやく購入したので、今回紹介はしていくんですけど、今日の流れとしてはですね、まずはその形を見てもらおうかなと思って、どういった形であってとかっていうのを見てもらって、でその次に特徴ですよね。こういった特徴があるからめちゃくちゃバビったんですよっていう話をしてですね、で次にデメリットとは言いながらも、ちょっとここは微妙やったんですよねっていう話をして、で最後におすすめの人、こういう方には向いてると思いますという順番でお話ししていきたいなというふうに思います。まず形パッと見てもらいましたか。形はですね、生地からパッて見ていくと、ちょっとマットな感じの生地感になっててですね、サラサラしてますというか、そんな感じになってるんですけど、ちょっと分かりやすく言うと、ノースフェイスのこのサンダージャケットの質感に少し似てるんですよね。よく触っていくとちょっと違うんですけど、見た感じの質感はちょっとマットな感じで、なんかぽいなっていう似てる感じはあると思うんですけど、そんな感じになってて、違う点とかもあるんですけど、どういうとこが違うかっていうと、ジップですよね。ジップが止水ジップ使ってるんですね。ほう、なるほどなということで、ここから雨とかが入ってこないような設計になってて、で脇のポケットに関してはここはね、普通のジップなんですよね。だからこれは止水ジップとかではないので、ちょっと大事なものとかはここには入れん方がいいとは思うんですけど、これが両方左にもあるし右にもあるよということになってて、胸ポケットの方は止水ジップになってるので、ここに関してはほんまになんていうんですかね、こう濡れたあかんもんとか入れてたりしても濡れにくいんじゃないかなと思います。でこの外観の特徴としてはですね、やっぱりその余計な紐とかが全くないんですよね。これはもう中に収納されてるっていうことで、どういうことかっていうと、例えばこの裾のところのドローコードってよくここにあるんですよね。はいはいはい、あるよねっていう、ここになんかキュッて絞るやつあるよねって感じだと思うんですけど、これがこの外側にないんですよ。あれ、これじゃあもともとないやつなんと思ったらですね、ポケットの中に収納されてるんですよね。だからどうしてもドローコードキュッて縛ったりしたら、この紐がダランダランしててみっともないことってあると思うんですけど、これがちゃんと中に両方ともしまわれてるし、なおかつこの首元のドローコードもこうキュッて締めるやつあるじゃないですか。でこのキュッて締めるやつも中に入ってるんですよね。なので紐がダランダラン出たりとか、こうごちゃごちゃした印象っていうのがもう全くないっていうのが外観かなと思います。後ろも特にないし、あとはあれですかね、このダウンの仕切られてるのがこう横一直線じゃなくて、なんかこうパズルというか迷路のような感じになってる。こちら迷路ダウンジャケットということになってますね。でそれ以外にやったら、この右腕のとこに線って書いてますよね。これがすごいんですよね。これは後々喋ってはいくんですけども、このダウンジャケットを一言で言うなら何っていうとですね、薄い、軽い、暖かい、もうこの3つの3拍子が揃ってるんですよね。薄い軽いまで行った時にちょっと止まっちゃうと、あれちょっとこれはエッチな話なんかなって思っちゃうかもしれないですけど、ちゃんと暖かいまで行ってるので、ああこれはエッチな話じゃないんやっていうのは分かってもらえると思うんですけど、その3拍子が綺麗に揃ってるダウンジャケットってあんまりないんですよね。だからそれがこのダウンジャケットのすごいところであるので、特徴を話していきたいなと思うんですけど、じゃあまずは軽さからお話していきたいなと思うんですけど、この軽さっていうのはですね、なんと重さが278g っていうことで、278っていうとピンとこないと思うので、どれぐらいかというとですね、僕が今着てるようなこういう T シャツとか、長袖のシャツとかもそうなんですけど、こういうのがだいたい 200g から 300g なんですね。ってことは T シャツとほぼ変わらん、もしくは T シャツよりも軽いダウンジャケットになってるんですよ。ほう、そんな軽いんですかってことになってて、なんやったらですね、普通のダウンジャケットよりも綿の数っていうのをめちゃくちゃ減らしてるんですよね。でめちゃくちゃ減らしてるって言ったら言い方ちょっと悪いかもしれんけど、普通のダウンジャケットに比べると 45% もダウンの綿の中身を減らしてるんですよ。でダウンの中身を減らしてると聞くとですね、ファッション業界の方は知ってはるので、ああほんなそんだけ高品質なんやなって分かるかもしれないですけど、一般的に聞くとダウンの綿減らしてる、ほなめちゃくちゃ悪いやないかい、なんでお前そんなんで賞取れてん、なんでお前そんなんで卓造がバビってんねんっていうことになると思うんですけど、これが後々話聞けば、綿減らすのって意外と悪いことではないねんなと、いいこともあんねんなっていうことになってくると思うので、それはおいおい喋ってはいくんですけど、それぐらい軽くまず作られてるんですね。だからドローコーードがあったりだとか、こうやってフードがついてたりするのにもかかわらず T シャツより軽い。もうこれがまずこの時点ですげえなって感じじゃないですか。普通のダウンジャケットに比べるとそれは何て言うんですかね、綿の量がやっぱ少ないから、何て言うんですか、あれなんか思ってるよりふかふかしてる感じではないなと、なんかこうインナーダウンジャケットにちょっと近い感じかなというふうに見えるんですよ。これぐらいのダウンジャケットの感覚かなと思うけど、そもそもの綿が違うんですよと。でそもそも綿も違うし軽さを足してるっていうところがまず大事なんですよということになってるので、まず何かっていったら軽いっていうことですね。まず軽いっていうところを話してみたんですけど、まあ 278g T シャツより軽いですよっていうのが1つ目の特徴になってて、じゃあ2つ目の特徴は何なんですかというとですね、薄いんですよね。軽くて薄いで、どういうことかというとですね、この生地なんですよね。この生地がめっちゃくちゃ薄いんですよ。でそれこそさっきからよく出てくるこのノースフェイスのサンダージャケットありますよね。このサンダージャケットとか、ちょっと今持ってくるのめんどくさいんで持ってこないですけど、パタゴニアのナノパフとかもあるんですけど、そういうのってね、この生地の厚さっていうのが、まあ、大体20とかって言われたりするんですよね。20デニールっていうだけでも結構薄くて、で薄いってことはそんだけ動きやすいんですよ。やっぱ分厚い分って硬くて動きづらいけど、薄いってことはそんだけ動きやすいっていうことになってるんですけども、これに関してはですね、20とかじゃなくて13デニールなんですね。もうめちゃくちゃ薄いんですよ。なのでそこまで極限まで薄くしてるっていうことは、それだけ動きやすいんですね。こう着てても何ていうんですかね、さも着てる感覚がないというか、羽織ってんのにこうスムーズに動けるような感じになってるっていう、まあ、生地感はあるんですけども、大体生地を薄くするとですね、やっぱこう濡れちゃうと弱さが出てきたりするんですよ。濡れるとね、どうしても生地が薄い分破れたりしやすかったりするんですけども、まあ、それはね後々補ってる部分があったりするので、まあいろいろお話はしていくんですけども、とにかく薄いと。だからまあ軽くもなってるんですけど、軽くて薄いというのが今の特徴になってて、じゃあ次の特徴としては暖かいですよね。薄い軽い暖かいってこの3つ目になるんですけど、暖かさは何かっていうと、この右腕に見てください。神々しく光ってる線というマーク、これよくわからない人からしたらですね、もう何の線なんかなと、ここに値段でも書いてるんかなと、1000円で売ってるんかなと思うかもしれないんですけど、この線っていうのがですね、まあ地球上で僕が持ってるダウンジャケットの中ではですね、まあ地球上じゃないけどね、僕の持ってるダウンジャケットでは一番クオリティの高いダウンを使ってるんですよね。でその数値っていうのが1000になってるんですよ。で1000フィルパワーっていうんですけど、その1000フィルパワーっていうと、なかなかこの世界中探してもあんまりないんですよね。でそれこそですね、これパッて見てもらったら、こんだけモコモコのあったかそうなダウンジャケットと、こっちのまあちょっと薄くて軽そうなダウンジャケット、どっちの方が綿の質がいいって言われるとですね、パッと一見見たらこっちの方が圧倒的によく見えると思うんですね。このノースフェイスの方が。なんでかって、これもうエベレストかなヒマラヤかな忘れたけど、そこでも登頂するために作られてて、その時に着る用として作られてるので、こう綿がすっごい詰まってるんですよ。これめちゃくちゃまあすごいダウンジャケットなんですけど、これよりも実はこの今回紹介してる何やったっけ、イグニスダウンパーカーの方が綿の質がいいんですよね。そやからどういうことかっていうと、まあ大体ね、このノースフェイスの方がまあもう黒毛和牛ですよと。でその中でも A4 ランク使ってますねうちはと。もう全部 A4 ランク使ってるのがもうこれですわっていう感じだと思うんですけど、今回紹介したこのイグニスの方に関しても英語なんですよね。もうこれ以上上はない、 A6 もないし A7 もない、もう英語なんですよ。そやから英語のお肉使ってたら、それは絶対うまいじゃないですか。それと一緒で、もうこの最強のダウンジャケットっていうか、最高峰の質のダウンを使ってると、それはあったかいんですよね。ってことは、薄くて軽くて暖かい、まあ、この3つが今まで揃ったんですけども、まあ、それ以外の特徴としてはですね、まあ、最初の方にもちらっと言ってたんですけど、やっぱ生地が薄いので、ちょっとこう濡れちゃうと弱さが出てくる部分っていうのもあったりするんですよね。まあ、それはちょっと仕方ない部分であったりするんですけど、それをどうやって補ってるかというとですね、これが、左の袖に次は書いてるんですね。このゴアテックスインフィニムって書いてるんですけど、このジャケットはですね、分かりやすく右の袖に書いてくれたり、左の袖にいろんな色書いてくれたりしてるんですけど、まあ、このゴアテックスっていう生地が何かっていうと、ゴアテックスと聞くとですね、どうしてもこう雨を守ってくれんやというイメージがパンってつくと思うんですけど、これに関しては雨から守るっていうよりかは、どっちかって言ったら風とかをしっかり止めてくれたりとか、あと動きやすく作られてたり柔らかく作られてたりするっていうのが、このゴアテックスのインフィニウムっていうこの白のねタグになってるんですけど、それが採用されてることによって、ただただ普通に生地を薄くしただけじゃなくて、より快適な生地を採用してますよっていうのが、まあ、このイグニスダウンジャケットになってるんですよね。でこれでこんだけ今まで喋った中で、値段が3万3000円なんですよ。で、まあ、消費税込みにしたら3万6300円かっていう感じになってるんですけど、これ1000のフィルパワー使ってゴアテックスインフィニウム使ってこの軽さ実現したら、多分3万円で作れるブランドないと思うんですよね。でそれこそですね、これに結構似てるジャケットでこのアークテリクスのカッパフーディーっていうのがね、これ似てるんですよね。生地も同じようにゴアテックスの生地外に使ってて、ほんでこうフードがついてて、ほんでお値段なんぼっていうと、これが値段がね5万5,000円ぐらいしてるんですよ。だからやっぱ2万ぐらい高いんですよね。でも中の綿に関してはこっちは化学繊維やのに、こっちは本物のダウンジャケット使ってたりするっていうことで、どう見てもこっちの方がパフォーマンスというか質は高いのに値段も安いんですよね。そやから最終的にどうなんのっていうとバビるんですよね。だからこれがバビる原因になってるんですけど、まあその辺が特徴になってくるんかなというふうには思うんですが、じゃあデメリットは何なのと。そんだけいいとこはいっぱい喋ってきたし、値段も安くてクオリティ高いの。でもじゃあどこが悪いのってなってくるとですね、僕個人的な思う部分で1点あるんですよね。何かというと、この前のねジップ見てもらいたいんですけど、最初に言った止水ジップって言ったじゃないですか。これが何かって言ったら、その雨とかが入りませんよっていう話したんですけど、止水ジップってね、しっかり強度があったりとか、こう中に水が入らないようにギュッて密着してるとこはいいところであるんですけど、大体こういうのってね、何て言うんですか、本格的なダウンジャケットとかに使われてるから、ジップがそもそも大きいんですよね。でもこのジャケットってジップが小さいんですよ。だからインナーダウンっぽい感じになってるんですけど、ジップが細いとこに止水ジップを使っちゃうとなんか硬いんですよね、やっぱり。で、普通のダウンジャケットとかやったらやっぱジップが大きいから、別に何て言うの、硬さってあんまりそんな感じないんですけど、ジップが小さくて止水を使ってしまうと、どうしてもこうなんかギュッて硬い感じ、なんか絡まってるような感じがするけど、あ、絡まってないんやみたいな感じで、使ってる時にちょっとこう硬さを感じるっていうところが、デメリットになってくるんかなとは思うんですけど、それ以外のところに関して今のところデメリットっていうのはないので、それこそ本格的にめちゃくちゃ寒いところで着たいとかって言ってくると、これでは多分寒いと思うんですよね。いくら1000フィルパワー使ってると言っても、言ったら松坂牛とかA5ランク使ってると言えども量は少ないんですよ。だからお腹いっぱいになりますかって言ったらお腹いっぱいにはならないんですよね。だから味はうまいけどお腹いっぱいにならん。やけどお腹いっぱいにしたいんやったら、もうこれぐらいボリューミーにいきましょうよと。これぐらいボリューミーにいったら、ちょっとランクは下がるよと、質は下がるけどもお腹はいっぱいになるよねって、わかりやすく言ったら、これ900フィルパーなんですけど、900でちょっと質は落ちてるけど綿の量いっぱいやからあったかいよねっていう感じになってくると思うんで、もう雪国とかで使われてもこっちやと思うんですよね。やけど質だけで考えれば、このイグニスは高いんじゃないかなっていうところになってきて、じゃあ次におすすめしたらどういう人がおすすめになってくるのかというとですね、よく僕こうやってレビュー動画とか作ってたらですね、そんなダウンジャケット大阪で着いひんわとか、そんな都会とかで着ないわっていう方いらっしゃるんですね。そういう方とかやってむしろこっちの方がいいと思うんですよ。市内とかでちょっと暑いとか、普通のダウンジャケットとかやったらちょっと蒸れちゃうねんっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方やったらもうこれぐらいのダウンジャケットは軽いし、ほんで多少の雨とかでも弾いてくれるし、なおかつこれ収納もできる袋もちゃんとついてるんですよね。だからちょっと暑いなと思ったらこれくるくるって入れてカバンの中に放り込んだらええし、大阪市内とか東京都内とかで働いてはる方とかやったら、基本的に室内に行ったりとかで、室外出るって言ったってちょっと地下鉄潜る前までの一瞬しか出えへんとかっていう感じの方とかやったら、もうこれ1着あるだけで別に全然冬は過ごせると思うんですよね。なので僕の気温の目安としてはですね、やっぱ5度を下回ってくるとちょっとこのダウンジャケットではもうちょっと量がいるなっていう感じはするんですけど、5度以上だから6度7度8度9度10度ぐらいやったら全然このダウンジャケットでいけると思うんですけど、5度を下回ってきて本格的な真冬、もうマイナスとかいくでっていうなってくると、ちょっと綿の量もうちょっと欲しいなってなってくると思うので、その時はもうちょっとダウンの量が多いジャケットを選んだ方がいいとは思うんですよね。なのでシーンごとに分けていくっていう使い方も全然ありやとは思うんですけども、ちょっと都会行くねんとか、あと車の中でずっとおんねんとかっていう方やったら、逆にこれぐらい薄いジャケットの方が動きやすいとか、ハンドルとかもさばきやすいと思うんですけど、ちょっと雪国でしばらくずっと外でおんねんとか、外でずっと待ち合わせしてんねんとかなってくると、ちょっとこれはどうなんかなとかって思っていたりするので、そんなちょっと温度感っていうのが分かりますかね、大体。で、このダウンジャケットに関してはね、これすごいなと思うのが、このゴアテックスの生地を使ってるのにもかかわらず、こんだけ生地柔らかいんやったら多分この上からもまた着れるんですよね。だからアウターのジャケット一択じゃなくて、多分インナーのジャケットとしても着れるんですよ。なのでそういった使い方もできるんかなと思います。ただね、1000フィルパワーもあるので、本当になんかこういうので分かりやすく言ったら、軽さとかやったらユニクロのウルトラライトダウンとあんま変わらんと思うんですけど、ユニクロのウルトラライトダウンが確かあれ620フィルパワーでしたっけ、なんかそれぐらいだと思うんですけど、620と1000比べても圧倒的に多分違うと思うんですよね。だから暖かさっていう、こんだけ軽いのに暖かさはもうちゃんと担保してくれるっていうのがこのイグニスダウンパーカーかなというふうには思いますので、バビったんちゃうかなというふうには思います。最後はサイズ感いきたいんですけども、サイズ感がですね、これ日本メーカーなんで一応日本のサイズ感でも着れるんですけど、一応海外でも展開してるっていうこともあって、そのアメリカの賞も取るぐらいなんで海外でも展開してるってことで、アメリカサイズもあるのはあるんですけど、別に僕のこれを見てくれてる方は日本で見てくれてる方が結構大半なんです。中にはカナナダで見てくれてる方とかアメリカで見てくれてる方もいらっしゃるので、そういう方とかは、海外規格のサイズを選んで買えばいいと思うんですけど、大体日本の方やったら僕はこれ L サイズを購入してるんですけど、普段のサイズ感で問題ないんかなとは思います。で最後は着用度が見てもらった終わりにしたいなというふうに思いますので、僕は 178cm69kg になっておりまして L サイズを着てるということになっておりますので、本日はですねモンベルのイグニスダウンパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。